皆さんどうも K でございます。今回はですね、釣りの便利な小物いろいろっていうことで、ちょっと買ってきたものをね紹介していこうと思います。それでは行ってみましょう。でまずはですね、これなくしたんですよ。これ行デジデジタルスケールですね。あんまりちょっと縁がない人もいるかもしれないですけど、琵琶湖来る人はね、これ持ってんじゃないかな。はい。こんなんですね。こんな感じの。こうね。ここをこう、引っ張ることによってこうね、重さがここにピッて表示されるっていう。なんで、大きなバスを釣った時に、バスのこう、ガッて口を持った時のこの下の部分にちょうど、うまくこうここに引っ掛けられるような感じのところがあるので、そこにグッとねバスを引っ掛けてグッとこうなんていうんですかね、ぶら下げると重さがわかると。だいたいまあ50センチ以上はこれを使うかな。でこれをね夜釣りで夜釣りウェーディングをしてた時にね、どっかへ落としてやってしまったということで新しく、買ってまいりました。これですね、このギョデジ、これです。でもなんかこれ黄色か、俺黒が良かったなあ。ここに黄色って書いてる。俺黒が良かったよ。これが良かったんですけど、まあいっか。はい、次。これもね、これはねまた壊したんですよ、水に浸かってしまって。はい、温度計、これ絶対いります。皆さんも特にこの春に向かう時期絶対いりますからね。皆さんこれ手に水にパッとつけなくても赤外線でこうピッと測れるようなもの。あれ、これ電池入れなくても、ここに電池あるんですけど、温度が測れるっていうね、これ絶対いりますんで、皆さんも必ずこれは携帯してください。野池とかでもね、特にこの10度ぐらいのタイミング、10度ぐらいまで来たら本当にもう春ですから、それをいち早く見つけるためにこれでこうピッと水温を測って、やると。例えばインレット周りでねピッて測ってみたら水温ちょっと高かったりとか、あーじゃあちょっと雪代が流れてくるときに太陽光で温められてあったかいのかなと、まあそういうのでバスが集まってたりとかね、まあそういういろんなことがわかると。なんでこれは絶対にいりますですね。で次、まあ小物としてはこれいいっすよ、大力スナップ。これ皆さんハードベイト使うときにスナップはよく使うと思うんですけど、このね大力スナップ、これどこカルティバかな、オナバリか、オナバリの、この大力スナップってここがねないんですよ。ここが溶接されてるんですよね。なんであんまりここに突起物がないんでゴミを拾いにくい。でここのここが大きいんでルアーの動きを妨げにくい。僕はこの大力スナップ一筋ですね。はい。で次、便利アイテムその3、これです。ワームストッパーですね、デプスの。僕これデプスのやつが大好きで、L サイズと M サイズでこういうちっちゃいシリコンストッパーがついてるんですけども、例えば、こうねこう針があると、こういう感じで針がある、ここは針先で、ここにワームつけますよね。でこのちっちゃいやつをこの針先から通してここで止めておくと、そうするとワームがずれないっていうやつなんですけど、もう一つ使い方があって、僕はね結構テキサス好きなんで、これテキサスリグ、これワームです。でここに針があると。でこれがシンカーと。でこの結び目の間にこれをかませる、合わせ切れを防ぐために。なのでここのシンカーとワームの間にこれを挟んでおくと。そうすることで
安心してテキサスリグが使えるので、このワームストッパー、ワームストップ、ズレを防止するだけじゃなくて、シンカーとライン、ワームの間のラインに挟めるというので結構便利です。なんで皆さんも、ぜひ、これですね。この辺のアイテム。まあ、デジタルスケールはね、あんまいらないかもしれないですけど、この辺はね、結構おすすめなんで、ぜひ、水温計は絶対持ってください、これ。皆さんも春に向けて、小物もね、しっかりと揃えていってくださいね。では、Kでした。